はい、ということで皆さんおはようございます。トランペットです。ここは山陽新幹線新下関駅です。今回は1日1本までに減ってしまった光レールスターに乗車をしていきます。光レールスターの前身はゼロ系による、通称ウエスト光で、新大阪と博多の間を極限まで停車駅を絞り、最速2時間59分で結んでおりました。しかしのぞみが登場したことや性能面でこれ以上速達効果は見込めず、航空機の利便性も高くなっていることで山陽新幹線のシェアを脅かされる事態に追い込まれておりました。そこで関西九州の間を航空機のシェアを奪還すべく誕生したのが光レールスターで、当初はインテリジェントサルーンとも呼ばれまして、サルーンシートや4人用個室なども設けられまして、快適性がかなり向上しました。従来の光のぞみとは別の扱いで、企画開発にあたってはマーケティングリサーチをもとにして行われまして、利用者の大きな支持を得ることができました。約2時間45分運転が可能となりまして、京阪神と福岡の間において航空機からシェアを奪還することに成功しました。なお、登場から23年経った今、新下関駅始発の1本までに減少しました。そんな消滅間近のかつての栄光列車の旅をお楽しみください。現在は新下関駅の上り始発列車も兼ねております。光レールスターの文字を電光掲示板で見られる機会もかなり減ってしまいました。ちなみに特急券にはレールスターの文字は記載されず、光590号とのみ記載されます。全席禁煙の文字がないのは700系の証です。6時より前に新下関駅新幹線の改札内に入ることはできません。そのため発車時刻の11分前から入場が可能となります。2023年現在700系16両編成が引退しておりますので、700系として運行される唯一の光号となります。3色 LED の側面の行き先表示もだんだん貴重になっていきます。そしてレールスターのこちらロゴと光というですね、表示の組み合わせもかつては頻繁に見られたものですが、今では1日1本、しかも上りの朝だけになってしまいました。車内の電光掲示板では日本語表示の場合、今回の列車の場合光590号レールスターと表示されます。英語表示の場合は光レールスタースーパーエクスプレスと表示されます。レールスターの部分がロゴマークで表示されるこだわりぶりは現在も続いております。光レールスターとして使用される場合、4号車から8号車は普通車指定席ですが、2列&2列のサルーンシートでゆったりしております。指定席のうち5号車から8号車の壁側の席だけコンセントが設置されておりまして、搭乗当初はオフィスシートとして売りにしておりました。新下関駅6時11分発の光590号はレールスターとして700系で運行される唯一の光号でございます。
このゆったりとした光レールスターで岡山まで楽しみたいと思います。列車は阿佐駅を通過しようとしております。山陽新幹線で唯一光号が停車しません。そして N700 系も停車しません。この列車で唯一の通過駅でありまして、700系の定期営業列車唯一の通過駅でもあります。700系の定期列車で唯一見られる通過表示ともなっております。この列車にとって新山口駅の停車は重要な役目がありまして、この後停車するのぞみ2号が新山口駅に停車することで、この光レールスターからのぞみ2号に乗り継ぐことで、新下関駅から新大阪東京方面のアクセスを大幅に改善させました。光号としての通過運転はたった1区間で終了してしまいました。この先終点の岡山駅までは通称ひだまレールスターとして各駅停車で参ります。さて、通過列車も減速を強いられるほどカーブに位置しております徳山駅に間もなく到着をいたします。東海道新幹線で言えば熱海駅のようなものです。首都圏、中京圏、京阪神方面と徳山への工業地域への出張の需要ということで、一部ののぞみ号が停車します。のぞみは下り5本、上り4本が停車しますが、それ以外は桜号が速達便の役目を担っております。まあ、出張等の事情ということもありまして、早朝からホームはかなりにぎわっております。のぞみ停車駅で最ものぞみの停車本数が少ない徳山駅、一部ののぞみが停車する一方で一部の光号も通過してしまいます。まもなく列車は新岩国駅に到着します。当駅始発の列車が設定されておりまして、のぞみ2号に広島駅で乗り継ぐことで上り方面早く行くことができます。そしてこの駅にはあまり馴染みのない16両編成の N700A が留置されておりました。光レールスターは山陽九州新幹線直通列車である N700 系8両編成の桜号に役目を譲っております。
そして先ほど新山口駅に停車していたのぞみ2号に追い越されます。この列車から乗り換えたお客さんもかなり乗っているかと思います。まもなく広島駅に到着。徳山駅からの利用者は当駅始発ののぞみ80号に乗り継ぐことで新大阪東京方面へ早くアクセスすることが可能となっております。対面乗り換えができますので乗り換えもスムーズかと思います。のぞみ80号は7時18分発ですので、こちらの6分前に広島駅を光レールスターは後にすることになります。列車は東広島駅に到着です。光の停車本数は上り2本下り1本となっております。東京方面早く向かうには始発列車である光500号に乗車した後、福山駅か岡山駅でのぞみ78号に乗り継ぐことが最速移動の条件となります。さて下り方面も700系のレールスターがやってきましたが、あちらは小玉号としてやってまいりました。700系同士で停車している合計も2023年現在は山陽新幹線内のみとなっております。700系も車齢が20年以上を超えておりますので、こちらもいつまで乗れるか分かりません。先ほど広島駅を発車したのぞみ80号に追い越されます。もしかしたらこの光レールスターから乗り換えたお客さんも乗っているかと思います。列車は三原駅に到着。光の停車本数は東広島駅と全く同じ列車ということで、上り2本下り1本のみとなっております。列車は新尾道駅に到着をいたします。光号は上り2本、東広島駅と三原駅と同じ列車ですが、下り列車は光号は停車しません。小玉号のみの停車となります。のぞみ80号の12分後に広島駅を出発した広島始発ののぞみ82号に追い越されました。もはやかつての速達列車の面影は薄れつつあります。福山駅は新幹線駅の至近距離に、お城、福山城ですね、こちらがあるということでかなり珍しい駅かと思います。速達列車はのぞみ、みずほの一部と桜、光の全列車が停車する駅でございます。新倉敷駅でも通過待ちを行います。光の停車本数は東広島駅、三原駅と同じ上り2本下り1本でございます。
新倉敷駅はこの列車にとって最後の途中停車駅となります。のぞみ4号に追い越されまして、これで合計4本のぞみ号だけに抜かれました。もはや光の皮をかぶった小玉号でございます。次は終着の岡山駅で朝駅を除いた各駅停車の光レールスターの旅も、終点が迫っております。新下関駅から2時間12分 355.8 キロの旅が終わろうとしています。新下関駅から岡山駅までは最速1時間22分で行くことができます。かつては関西圏と九州の間をのぞみに次ぐ速さで結んでいた栄光列車はもう過去のものになろうとしております。2023年現在は中国地方完結の新幹線列車となってしまいました。さて、列車は岡山駅に到着をいたしました。電光掲示板にも表示されているかと思いますが、光レールスターの表示、特に主要駅にしかないフルカラータイプのものはさらに貴重なものとなっております。かつての栄光光レールスターダイヤ回線のたびに本数を減らしております。来年のダイヤ改正で持ちこたえる保証もありませんので、記録乗車は混み合う前にお早めにお願いをいたします。おそらく今が落ち着いて撮影できるチャンスかと思います。それでは最後まで長時間のご視聴誠にありがとうございました。